こんにちは、じゃあ、気になる男シリーズ245話、本編の方の変身動画にさせていただきますね。えーっとね、まずねあの、動画の作り方、その意識なんですけども、一個一個がオーダーを受けたと思って作るっていう意識、まあ、これが一番しっくりくるんじゃないですかね。なんか自分で勝手に作って、響く人が響きゃいいやって、まあ、それはね、上級者だったらそれでもいいんですけども、最初のうちは、これはオーダーをいただいたんだなと。まあ、例えば、具体的に A さんっていうね、視聴者さんがいらっしゃって、 A さんという方のパーソナリティが分かってきたんで A さんに向けてこの動画を作りますよみたいな感じでそれこそね A さんが45歳だったら45歳の人に向けてその A さんがご家庭をお持ちだったらご家庭をお持ちの方向けとかねでどんな趣味を持ってどんな痛みを持ってるのか幼い頃はどういうふうな育ち方をしたのかそれを全て動画の中にストーリーとしてパシッと入れておくわけなんですよねそしてその動画を見終わった後にどっちの方向に向かえばいいのかってことをとんがった発信で示していくっていうことになります まあまだ十分抽象的なんですけどもこれはね後々詰めていきましょうじゃあそれでねキャバクラのキャストさんの例を申し上げましょうまああの日本全国とは言いませんけどもね <laughs> 広島市 <laughs> 長く流れ川そして夜限りのねまああのほとんどの店をね行き尽くしたと言ったらまたこれまた大関さんなんですけどもそこそこ行った私からちょっとお話しますと売れっ子のキャストさんってねあのお客さんに対して自分のストーリーを作り出すのが上手なんですよ A さん B さん C さん D さんっていうふうに自分を指名してくれるお客様がいたとしたら A さんは苦労話が好きだなと思ったら苦労して将来的に、えー、なんか立派になるっていうそういったストーリーをね女の子が考えるんですよで B さんが来た時には B さんはあなんかね、えーまあ、友達同士恋人みまみたいな付き合いが好きだったらそういった自分を作って演出していくんですよねで、えー、と C さんっていうのは 相談を受けるのが好きな人だったら自分ではありもしないようなね相談事を作り上げていってそれをおー「ねえねえ C さん C さん」C さんって私ね実はこういう風に思ってるんだけど聞いてもらえるって感じでいくと C さんは方法を頼りにされて嬉しいなみたいな感じでお金を払ってそのねキャストさんの悩み事を聞きに行って自分なりに偉そうなアドバイスをすることに酔いしれるみたいなところもあるわけなんですよ。まあ、つまりキャストさんって自分,の自分の作ったストーリーでお客様を楽しませてお客様にその中の主人公をやってもらう。 そしてその中で自分は脚音もやるけども役者もやってそのお客さんを楽しまして盛り上げてお客様にクライマックスねえそして柔道感を得た後に一つの終わりを迎えるってことを繰り返し繰り返し繰り返しやっていって1年とか2年の常連にしていくんですよねでその賢さに惚れてお客さんがキャストさんを愛するってことはありますこれはい賢いなと思って頭いいなこいつ創作物なのにすありありと登場人物出てくるなとかねあるわけなんですよ あとよくあるベタな例ですけども、二層だったね、私は生まれが貧乏でよくいじめられていてお金に苦労したんで、この世界に飛び込んで絶対にお金を稼いでねあの、お父さんお母さんにいい思いをさせてあげるんだみたいな、そういった美しい話に弱いお客さんが来た場合は、そういう自分を演じてね、いや実は妹がいるんだけどって、妹がね、留学したいって言ってるんだけどお金がないんですよとかね、こんなこと言い出すわけですよ。 でもお客さんからお金もらうわけにいかないんで、せめて私は仕事頑張っていっぱいボトル入れてもらうんだ。じゃあもう一本今日はいかがですかっていうふうな流れを作っていくそしたら入れないわけにいかないでしょ。で、それに対して自分の存在感を感じるお客さんっていうのは、あ、なんでそんなこと俺に言ってくれないんだよ。いや、ボトル入れるよ三本入れようかみたいなことになってきてね、うん。その女の人の前でいい格好する自分に酔いしれるみたいなところで手玉をこう転がしていくわけですよね。これね、必ずしもね、その接客業で使ってるわけじゃなくて、やっぱりね、あの、 旦那ささんんを転ががすのの上手なあの奥いいうのがいるわけですよだその自分の主張をするわけでもなく旦那さんがこうやったら喜ぶだろうなこうやったら自分の尊重心を保ってアイデンティティを保っていけるだろうなと思ったらねそのための演出をしたりとかねうんで実際にその人の好きそうなあのストーリーを持ってきて話題を持ってきてそれに対して入りもしない回答を求めるんですよこの「入りもしない回答」っていうのがミソでね。あの作り あげた相談事を例えば旦那さんに持ってきて旦那さんがそれはなこういうふうにすればいいんだよって言ったらいや本当だすごいやっぱりねあなたと結婚してよかったってこれをね毎日言われるとねもうお父さんはねあれですよねキャバクラ寄らずに家に帰りますよね、うん、でもなんかこう何を考えてるか分かんないあの奥さんのとこにはあの男性って戻ってこないんですよでも明確に右行きたい左行きたい何をしたいっていう人のとこには興味を持っていくわけなんですよねだからそのキャバクラに行く男性ってのはそこにあの幸せにしたい人が見つかるわけなんですよね だから、裏を返すと、家庭に戻ったら幸せにしたい奥さんとか子供がいなくなったっていうこともあるんですけども、そんなね、18とか19の仕事でやってるキャストさんに、結婚した奥さんが負けるってとんでもないね、なんか恥ずかしいことだと私は思うんでね、それは捨てられてもしょうがないよ奥さんとか思うところもあるし、まあ客観的に見ると、家庭がありながらキャバクラに行く男性ってどうなのって思いますけども、キャバクラに行くような隙を作る女性はどうなのとも逆に思いますよね。 これは必ずしもねあの男性の立場を正当化するわけじゃないんですけどもあの他の女に合ってる暇なんて惜しいぐらいの女性にならなければそれはね捨てられちゃいますよってことがそこには入ってるんですよだからこそこの思いがあるからこそキャストさんっていうのはあの家庭をお持ちのまあ何て言うの男性を引き付けるのがものすごく上手なんですよねそれがねで結局土日とかはあの連休とかはどう言ってもこう家庭に帰るわけですよだからそれもによく熟知してるんですよね だかかかかから連休ととは営営業業けけなないいんでですすよよ土日平日の夜ばっかりなんですよね。平日の夜はガンガン来るのに肝心な土日は全くアプローチしないっていうねこの簡単のつけ方とか知恵がそのキャストさんをまたねナンバーワンにし続けるんですけどね。でこういった形でその今何でねこの話をしたかっていうと YouTuber っていうのも結局キャストさんと同じなんですよ喋りで勝負してるわけじゃないですか。しかもキャストさんっていうのはあの異性であり恋愛を元に。 お客さんんんををぎ止めてててるんですけども、YouTuber、って恋愛の要素を入れてませんからねただ頭のいいことを言って参考になるなとかね勉強になるなとか発見があるなっていうふうに思わせればファンがつくし思わせられなければあ通り過ぎてしまうもしくはその時間の無駄が好きな人が偏ってくるみたいな感じでねあの駆逐されていくってところがありますので、まあ、この辺をあれですよね動画に盛り込んでいくことなんじゃないかなとそれでねまた逆説的ないことを言いますけどもそんな動画ばかりだったら疲れるんでちょっと気を抜いた動画も。 まあ、りばめていくのも一、まあ、つかなと思うんですよただやっぱりね気を抜いた動画がメインになるとこれはもうね全然セールスに向かなくなってきますよねうんやっぱりいつも言いますけども集客の延長線上に商品があってその商品の向こうに販売があるわけですからこの一本の糸ってのは崩せないわけですよだからいきなり販売が始まっちゃダメなんですよ普段雑談してるのにいや実はねこんなコミュニティやってましてみたいなの始まるとこれは売れないんですよそんなこと誰も求めてないんで、まあ本当たまたま奇跡に売れることがありますよ でもその奇跡とかたまたまを実力だと思っちゃうのがこれがねまたね立ちの悪いことなんですよねそうじゃないとやっぱ正直にやった結果が正直に出るのが商売であってそれは八百屋であってもお寿司屋さんであってもあのホストクラブであってもね私たちみたいな商売でも変わんないんですよだからサボり癖がついてる人にはサボり癖のお客さんがついて結局はあのできなくなってきたりとか時間のコントロールがめちゃくちゃになったりとかねひいては自分の周りにいる環境をね もう少ししずつ壊していくんですよね、まあ、少なくともそう思わない限りは正直にやってらんないですよもう本当にこの世界ですら正直にやったことが正直に結果出ないんだったらもうバグバッしてやってらんないですからねせめて私たちは誠実にやったことが誠実にあの受け取っていただけるところに収まっていくんじゃないかなってことを信じながらやっていきたいですねじゃあ今日は以上でございます、えー、次は246話うん300話いくまでにまだね50万100万と売れていくと思いますんで まあ、ついてきていただきたいと思いますいってらっしゃい